前回道明寺の戦いで勝ったところで終えましたので、その続きをやっていきたいと思います。で、早速イベントですね。これは道明寺の戦いで後藤又兵衛を救い出したから表示されるイベントです。まあ、生きているということですね。何かが起こるやもしれませぬってことですけど、何が起こるんでしょうか。まあ、セーブは直前にしてあるんで大丈夫です。これはまた別の場所での戦いのようです。すでに戦が起こっていて、まあ、どうするか。そしてイベント回戦ですね。東堂高虎を撃破する。では、戦国伝見ていきましょう。まあ、東堂高虎を撃破するは良いんですが、失敗条件が結構ありますね。森近が井伊直孝と交戦するのはダメ、木村重成が東堂高虎と交戦するのもダメ、井伊と東堂の合流もダメと、撤退もダメ。まあ、撤退はダメは分かりますね。この合流とか戦う相手を間違えるとダメみたいですね。で、東堂高虎はここにいるのでこれを倒す。で、そうですね、木村部隊は重成部隊はここにいて、これをこの東堂高虎の方に向けてはダメということなので、この手前側で、まあ、そのまま倒すか少しだけ寄っていくか、まあ、倒しながら戦いながら撤退しましょうか。ではまずは手前にいる部隊から倒していきます。あ、元長須壁の家臣なんですね。いい話ですね。なので拙者だけで敵が倒されましたね。ではこのまま向かいましょう。かしこまりました。かしこまりました。周りに続け。敵がもう1部隊来たということなので、でここはそのまま戦わず少しずつでもいいので、かしこまりました。みんな、下の方に移動させます。なんか先ほどの敵を小勢と言ってましたが、こっちも500しかいない兵数の部隊もいるので、これはどのように扱えばいいのかが難しいところ。かしこまりました。
まあ、兵数的にはそうそうは倒されない兵数ですが、かしこまりました。囲まれないように徐々に退却します。こちらは問題なさそうですね。先方が使えるようになったけれどもあまり意味がない。我が策で勝利をつかみます。お任せください。攻めに耐えられるか。逃げたければ逃げなさい。受けてるダメージ大きいですね。お任せください。今赤備えを使ったので、まあ乱戦とかで大ダメージ与えられてるような状況ですかね。こちらは主に接近戦系の攻撃、あまり使い道がないかなと。不甲斐ない。さてこれは川を渡りたいんですが、川渡ってる最中に追撃されても辛いので、かしこまりました。どうなんですかね、川渡ってると大ダメージ受けるとかそういったのがあると困るのですが、かしこまりました。そういった問題がなければ渡ってしまいたい。これはのんびりやってると時間がかかりすぎるので、移動速度上げて、しかも接近戦、これで敵が混乱してくれればいいんですが。大阪方の先鋒を蹴散らし、勢いに乗る東道軍は長宗我部軍の本陣へと迫っていた。これに対して長宗我部盛親は騎兵もすべて下馬させ、包みの陰に伏せさせた。お前らまだ立つんじゃねえぞ。今はこらえろ。まだ伏せるんだ。立ち上がれ。かけろ。俺に続け。霧の中突如姿を現した長宗我部軍の奇襲に対して東道軍はなすすべがなく、多くの重心を失った上、総大将の東道高虎すら逃げ惑うほどの大混乱に陥った。俺は必ず土佐を取り戻す。こんなところで負けてたまるかな。終わってたまるかよ。おお、いいですね。これで倒したことになりました。さて次は重成の御詰め。これはやはり川渡っておいた方が良かったかもしれないですね。お任せください。あ、倒したと思ったら、あ、倒しましたね。大体多分1000兵力1000で撤退になるのかなと。なんだか水の中は同じような行軍速度で進んでますが、戦国伝確認しましょう。井伊直孝を撃破する、で合流云々のものはなくなったので、あとは倒されないように戦っていきましょう。こちら今ステータスがいろいろ強い状態なので、
承知いたしました。一気に敵に接近して倒します。我に続け。承知いたしました。接近していると槍か何かのようなパパパパパっていうものが出るんですね。弓だとすごいゆっくりした放射線状の攻撃が出て、鉄砲だと鉄砲の音が聞こえる。敵は今強化したので少し退きます。我に続け。おっと、今一部隊ここにも新たに続々と来る形ですので、早め早めにもうとっとと倒しちゃうのが良いんでしょうね。我らの攻め耐えてみせよ。敵の赤備えでしたからね、先方。あ、急襲ですね。赤備えは 特性の方かな。それで移動速度と攻撃接近戦が上がっているような状況。承知いたしました。で再び先鋒を使います。でこちらも使えそうなものを使って、なんかこちら来そうですね。別に倒されても良いんでしょうけれども、あ、この戦法は有効ではあるけれども、もう兵数が少ないので使うのは厳しそう。ここまで来ればもう見てるだけでなんとかなると思いたいですが、敵がじりじりと。承知いたしました。そしてまたイベントですね。あ、今合流したってことですね。まあ、撤退しろと言ってましたけど、全然撤退する気配がない。まあ、能力としてはこちらの方が圧倒的に上なので、今上矢印が3本攻撃と守備についてますので、敵は乱戦強化。なんとか混乱状態になってくれればいいんですが、我が先で勝利をつかみます。あ、なりましたね。ここからはもう一気に敵に大ダメージ与えられる。で撃破しました。いや、この戦いは楽でしたね。前回の道明寺と比べたら圧倒的に楽でした。
もうここら辺の話はすでに歴史から変わった展開になってるはずですので、なんか前向きな話が多くなってますね。豊臣方にあるにもかかわらず。せっかくの娘を持ってかれるという、貴重な女性武将を持ってかれるのは辛いですね。しかも女性武将の方が能力高いことも多いので。